たで来たで来たで、これやばい車両来たわ。ほらすごい車両来たわ。えぐいの来たな。お疲れ様。モスラングレーシングのね、ヒデさん、やばいな、やばい車両来たわ、ほんま。これ、何この、このジャンパーやばない。うわ、スラングって書いてあるな、もうやばいな、ほんま。これヒデさん、あれやね、M デザインで塗ったんやね。はい、そうです。やばい車両来たな。しかも、緑や。おお、なんか光った。何これ。わかんないけど光った。意味わからんやん。すごいな。めっちゃかっこいい車両できたやん。いや今回はね、このね PCX 軍団スラングレーシングの紹介動画になります。なんといってもこの緑のカラーやばない、マジでエグいって。これ M デザインのフロントマスク。そうです、はい、フロントマスクで、これ緑は 何の色になるの。キャンディーグリーンですね。キャンディーグリーンで塗っちゃった、はい。いやいやいや、もうすごいって。もうヒデさんと会うのは3回目ぐらいかな。そうですね、はい、3回目ぐらい、3回目ぐらいで、もうスラングレーシングほんまえげつないのできたの、ほんまに。もう1月にね、そのマニアックスの新年会に呼んでいただいて、でその時にね、もうめちゃめちゃ面白い人おるわと思って、ほなもう M デザインで塗ったんですよとかで、えーってなって、もう人もいいわ、車両もいかついわ、どないやったね、ほんまに。まあ、今回ね、ちょっとね、紹介の方をしていただきたいと思ってます。今回ね、PCX の81のオーナーさんのヒデさんに、ちょっと紹介の方をね、していただこうと思ってます。よろしくお願いします。これ、外装の方がもう、今さっき言ったように、キャンディーグリーン。はい、そうです、キャンディーグリーンです。で、ラインを黒で入れられてるんですね。そうです。黒とぼかしのライン。で入れられてるんですよね。はい、で細い黒色のライン入ってて、はい、でワンポイントでこれ赤。そうですね、赤ちょっとハンドル周りとか赤多いんで、ちょっとあの M デザインさんの方にちょっと赤色をちょっといラインで入れてくださいってお願いして。おお、だから、だからその部分部分で一箇所ずつその赤のラインが結構細めのラインで入れられてるんですね。はい、すごいな。まあ言うたらこのハンドル周りが言うたら赤が使用されてるから、それに合わせて赤のラインを入れてほしいっていうことで、やばいなこれほんまに。フロント周りからの紹介なんですけど、フロント周りはこれ、ほぼ純正、ほぼ純正です。で今後まあゆくゆくちょっとずつカスタムしていこうっていう感じなんですね。へ、はい、でこれフロントリップの方は純正です。これも純正で、 M デザインさんの方で塗装の方されてるんですね。でここもワンポイントで赤の方入れられてるんですね。でこのフロントマスク、はい、フロントマスクも M デザイン。 M デザイン、やばいな、こうかっこええな、新しいラインの引き方やもんね。そうですね、はい、この黒のぼかしと黒の細いラインとで赤で言うたらサイドを赤のラインを入れることによって、かなりこうシュッと引き締まった感じにされてるんですよね。すごいことになってんな。でこれ何、これカーボンの、これはカーボンのサイドエアバイザーかな。エアバイザー、これがあることでめちゃめちゃこうワイド感見えるよね、はい、すごいの入れたな。でこれも M デザインなの。これ M デザインで、カーボンフルカーボン。フルカーボン、やってもてんな、すごっ。でメーター周りとかインナーとかがこれ言うたらグリーンなんですけど、これは黒緑のラメ。ラメ、ラメですね。あ、黒にグリーンのラメを、グリーンでラメが入ってる、ふんだんに使われてるやん。はい、そうふんだんすぎるやろ。やばいな、メーター周りのインナーも全部そのこの黒ベースにグリーンのラメをふんだんに使われたんよね。でまたこのスラングっていうのをおしゃれに入れてますよね。今何台になってるんですか。今7台です。7台、はい、7台のね、結構姫路の方とかもいらっしゃいますもんね。はい、同じね豊かっていう名前でね、そうですちょっと紛らわしいんですけど。ね、
すごいな。でこれハンドルはどこのやつになるんですか。ハンドルは社外のみんなつけてるセパハン。セパハン、はい、社外のこの PCX、はい、でこれ結構絞ってますよね。結構まあそうですね、もう見たら分かります。これまあまあ絞ってるんですよ。 PCX の中でもまあまあ絞ってる方やね。でミラーの方もこれ車外のミラーにされてるんですね。でこれも言うたらハンドルとハンドル車体よりちょっと出る感じの位置づけにされてるんですよね。これローホルムですよね。だいぶローホルムやもんな。この全体を見てもね、そのところどころに赤を入れられることで、その今までその塗装前は結構赤を使われてたんですよね。それを言うたら活かせる仕様にされすることで、こう塗装自体もおかしくないっていう。でこれブレーキの方はユーカナヤのブレーキ、あユーカナヤの言うたら段階調整付きのブレーキレバー入れられてて、でドミノグリップ入ってますやん。ドミノ、いやこれもうおしゃれっすね。おしゃれなドミノ。ああ赤入ってて、でこの言うたらバーエンドの方はポッシュのバーエンド、あポッシュのバーエンド入れちゃった、はい、すごいな。結構やられてますよねハンドの絞り具合にもかかわらず、こうポッシュのバーエンドでやっぱ先端が赤になることで、このところどころに見えるこの赤のラインと一致してるんですよね。めっちゃおしゃれですよね。でこれシートの方がエンデュランスの、あエンデュランスのこのシートに変更されてるんですね、はい、結構あれですね、このカーボンっぽい感じの、そうですね、カーボンガラスね、はい、調のやつで座りやすくて、エンデュランスでも結構新しい方のシートですかこれ。いやまあ古い方のシートですね。あ古い方のシートで、はい、こう段付きのやつになってるんですね。で言うたらここのインナーの方も全部キャンディーじゃないわ、ラメ、はい、緑のラメをふんだんに使われてる仕様になってるんですね。でこれキタコのホグランプ、そうですね、キタコのホグランプです、の方を入れられてて、はい、でこのサイドの方も言うたらサッカーまで全部ライン入ってるんですね、はい、そうです。すごい綺麗な色やな。キャンディーグリーンってなかなかいらっしゃらないですもんね。なかなか PCX ではいてないと思います。でなおかつ言うたらこのステップボードから、はい、そのここを言うたらキャンディーグリーンにしたら、はい、いきなり変わるから、ここをぼかしで、はい、うまい具合に調整されてるんですよね。へ、ねはい、こういったところもすげえこだわりある車両ですよね。で言うたらここのラインに合わせて黒のぼかし塗装を入ってたりとか、すごいあの折り返しが折り返し前ピーンと伸びててまた返ってくるような、で直線的に細いこれ3ミリのラインですかね、 3ミリのラインを黒でピシャーっとこう後ろまで行ってるんですよね。で折り返してまた戻ってくるような、でその戻ってくるラインがここのラインとねつながるような感じにされてるんですよね。でまたこれ悪そうなステッカー貼ってますね。スラングレーシング、これロンホイされてるんですか。ロンホイします、はい、何センチロンホイなんですか。16センチロンホイです。16センチロンホイしちゃった、はい、この16センチロンホイでローダウンしてるんで、結構この羽とのツラがちょっと出るような感じになってるんですよね。そうですね、はい。でマフラーの方がこれ吉村、はい、吉村です。吉村のマフラーがこの言うたらエンド部分がテールランプとこう一緒ぐらいの位置に合わせられてるんですよね。すごいことなってんな。どうですか吉村。なかなかいい音ですよ。すごいな、吉村感入ってるわ。もうかっこええな。でなおかつこれね吉村ね、ここにね堀で吉村って入ってるんですよね。そうですね、はい。すごいな。でこのワンポイントで赤が好きなんで、このオイルゲージの方も竹川のはい、オイルゲージ入れられてるんですよね。でこの何このプレートは一応あのロンホイしてちょっと、はい、あの穴とか開いてるんで、一応見えへんようにプレート
て、あ、後ろから言うたら、はい、この角度から見た時にスロボとかいろいろ見えちゃうのがかっこ悪くて、自分ところのチームとその協力チーム、はい、そうですね、PCX03 回ってこれ関東のチームですやん。そうですね、 PCX おっさん会ですね、おっさん会とマニアックスと、はい、とスラングの、はい、スラング、これかっこよくない？かっこよすぎるやろ、スラングだけ。ちょっとなんか新作のステッカー、新作のステッカー入れちゃった、はい、自分のところのチームやりすぎやなほんまに。へえー、っていうか今気づいたんですけど、はい、これマフラーエンドに、はい、これ何レーザー刻印されてんのこれ。そうですね、はい、 GP マグナム。へえー、おしゃれ、これかっこいいやん。吉村で僕これ初めて見た、かっこいいマフラーつけてるやん。で M デザインさんの言うたらウイングの方つけられてるんですよね。綺麗に、またここも赤のライン入ってて、すごいおしゃれに塗られてますよね。オーナーさんのこだわり半端ないなこれ、ほんま。すごい綺麗で、なおかつこれテールカバーですね、の方もこれ M デザインさんから出てる、はい、でもう M デザインさんがすごいところがね、このウインカー部分をね塗っちゃってるんですよね。そうです、めっちゃ綺麗に塗ってもらってますやん。いいな自分だけ。ほんま、すごいことなってんだ。でテールランプ、これクリア、これはもう純正ですね、クリアの。あ、純正の言うたらテールランプをしてて、はい、めっちゃ出てるよねこれ羽、ほんまに久しぶりに見るけどめっちゃかっこええやん。でエアクリの方がこれアディオ、はい、アディオのエアクリです。めっちゃ綺麗にされてますやん。はい、もう毎日磨いてます。毎日磨いてんの、はい、ちなみにこれ通勤車両、はい、通勤快速仕様です。通勤快速仕様、やばいな。でクランクケースの方も言うたら純正で、そうですね、純正に色をブラックで塗った、あ、ブラックで塗った、はい、草消しブラックで自分で塗っちゃった。はい、自分で塗りました。ようやるなほんま。でここにもマニアックスのね、これリーダーの藤井君の限定のあれやんね。そうですね。へえー、すごいことなってんな。でこれもうあからさまに言って申し訳ないんですけど、これ自作、はい、これは自分で、はい、切って溶接、あ、自分で溶接しちゃった、はい、そんなんできんの、はい、すごいな、自分で溶接しちゃった、かっこいいな。何年ぐらい乗られてるんですか。もう4年ぐらい。え、4年も乗ってんの、はい、いやそれは知らんかった、はい、でなおかつね、その奥に見えるねこのカールの方もきっちりねラインの方とぼかしの方入れられてて、めっちゃかっこいいよね。でまたなんで塗ろうと思ったんですか。とりあえずなんかもう KTC のイベントの時に、はい、ちょっとあのマニアックスの藤井さんがちょっと声かけていただいて、はい、塗らへんかって言われて、あ、ちょっとまあ僕自身も塗りたいと思ってたんで、はい、きっかけかなと思って。あ、きっかけは藤井君で、はい、で塗らへんかって言ったら、まあまあ、はい、まあまあすんのに、はい、あの塗るってなったん、はい、頭おかしいやん。ほんま。でこれリアサスの方は YSS、あ、YSS のリアサス入れられてるんやね。285mm です。285mm、はい、純正何ミリなんですか。350。あ、言うたらローダウンするために。そうです、 あえて短いやつ入れたっていう、はい、へえ。で奥に見えるストロボとかも、はい、ストロボ何発入ってるんですか。12です。12も入ってんの、はい、ちょっと光らせてもらっていいですか、はい、ストロボ12入ってんの。うお、ほんまや、赤とか、うわ、この上の方とかにも入ってるんやね、はい、すごっ。いや前にも入ってるやん、はいはい、いやもうナイトライダー仕様やん、すごっ。こんだけチカチカしとったらまあまあ目立つね。目立ちますね、はい、すごいな。言うたらフロントフォーク、これ純正なんですけど、言ったらローダウンのスプリング入れられてるんですか。はい、そうですね。でもローダウンの スプリングだけやったらこんなに落ちないですよね。そうですね、はい。何されてるんですかこれ。一応カラーを、はい、7ミリ。カラー7ミリ、はい、自分で加工して。加
工して入れちゃった、はい、中に、はい、中に入れちゃいました。でローダウンスプリングで言うたら車高を落とされてるんですよね、はい、すごいことなってんな。だからこんだけ言うたら純正風に見えるんですけども、フロントが落ちきってる状態なんですよね、はい、でバランスを言うたら考慮してその 7mm のそのスプリングのその加工、加工っていうんですかね、そのあれを入れられてるんですよね。すごいな。言うたらこう今の仕様としてはまあ純正風なんですけども、カラーを変えることでこんだけでこだわったその全体を見てのバランス取りをするとこんだけ変わるんですよね。これ街中でめっちゃ見られるでしょ。まあまあ見られます。で通勤車でしょ。はい、通勤車。すごいことなってんな。いややっぱりね、そのカスタムってやっぱいろんな方向性あると思うんですけども、そのやっぱ使ってるものとか、はい、そういったものじゃなくてこうトータルバランスでこう作られてる車両になりますね、はい、いやすごいかっこいいわ本当。ヒデさん今日はねちょっとわざわざトヨタが来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。本当にどうですか。もう感無量です。感無量絶対思ってね。痛かったんで、もう元々あほんまに痛いためにいじり始めたんで、あうちの言うたら番組っていう番組ちゃう YouTube チャンネルに出たいがためにいじっちゃった、はい、お金使いすぎやってほんまにマジで、はい、それで M デザインで乗ろうと思ったんですか、はい、いやめちゃめちゃ嬉しい。なんでそういうのは初めに言ってくれへんかな、はい、ほんま。いや言うきっかけがなかった言うきっかけがなかった。いやそういうのはもう初めに言ってくれなほんま。今逆にうわなんかごめんってなったわほんま。いや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 でもね今後ともねこの後ろ向いてもらってね、あのこのスラングレーシングね、今後ともねちょっとね仲良く追いかけていきたいと思ってますんで、今後ともね ご協力、まあ、お付き合いの方よろしくお願いします。ないつものちょっとやってもらいましょうか、あの車両の横で、はい、いやそうなんや。僕のチャンネル初めからもうあこの人面白い喋りするからちょっと見てて、あカスタムしてはんねやなと思って、はい、俺もやろうかなみたいな。そんなきっかけでお金使いすぎマジで。それもう初めお金使ってないですか。いやいやもうでもそうやって言ってくれるとねめちゃめちゃもう初めにそれ言ってじゃないと僕もあのほら動画撮る時のあのやっぱね気持ちがやっぱ変わってくるんで、今気も終わりやからこれ。いや終わりにそれ言われてってなったもん。いやでもねほんまにねそうやってねやっぱこうやってカスタムまあ、PCX やっぱ僕シグナス乗ってますけども、やっぱ PCX の方とかいろんな方とね会えることっていうのは本当ね嬉しいことだと思ってますんで、今後ともねちょっとねお付き合いの方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんご一緒に、スクダなめんなよ、またね、バイバイ。おーまあもう初めから言うてやいやでもめっちゃかっこいいわ。すごいなほんま。っていうかヒデさんさ、はい、僕動画の中で言うの忘れてんけどさ、はい、これスクーターなめんなよエアーバルブキャップ、はい、凍てるやん。凍てるやん、はい、ありがとうございま す, いますほんま。これ前違う方怒るけどなほんまに前にもついてるやん、はい、一緒です。いや嬉しい限りですねほんまに。いやこういうの見たらほんまちょっと俺泣きそうになるわほんまにありがとう。マジ嬉しいな。そうやってなんか僕シグナス乗ってるじゃないですか、はい、PCX 元から乗っとって、はい、でまあその京都の集まりとか見て、はい、あ出たいなみたいな。そうですね、はい、だからミーティングも去年からかな、はい、それまでノーマルやったんで、はい、で、まあ、急にいじって1年でここまでちょっと持っていったんで。1年でそのでまあ何回か多分会ってるじゃないですか、はい、僕の印象はどんなもんなんですか。え面白い人。面白い人もうめちゃめちゃ面白いです。ほんまですか、はい、もうそんな面白い人ではないですけど、もう、いやでもほんま新年会で会ってもまあもうめちゃめちゃ濃いキャラの人おるわと思ったらもうまさか M デザインで塗装してる人やと思わんかったほんま。いやほんまね、もう気付けて帰ってください、はい、今日はありがとうございました。ちょっと待って、もうヘルメット閉めてください。もうこんなところにもほんま自分もう自分ほんま自分のチーム好きやなほんま。愛情の塊、はい、愛情の塊すぎるわほんま。いやほんまありがとうございます。はい、じゃちょっとねエンジンの方とかかけてもらって、はい、わめっちゃ綺麗やん。ヘッドライト綺麗。
めっちゃ綺麗にされてますね、はい、これ吉村のマフラーすごっ。やっぱローダウン車両やからこうなんていうかローホルムのマフラー選ばれてるんですね、ちょっと煽ってもらっていいですか。おお、結構あれですね、太い音しますね、これ何 cc なんですか。125の、もう一回煽ってもらっていいですか。おお、めっちゃ太いわ。太いし、この後ろから見えへんようにこのプレート主張しすぎやわ。かっこいい。なかなかかっこいいですね。おお、光ってる光ってるやん。ボタンでこれ調整できんの。はい、ボタンで。すごいな。いいな。なんか目立つよね、こんだけ光っとったら。じゃあ今日はほんま遠いところありがとうございました。また集まりの際は呼んでください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、気をつけて帰ってください、はい、ありがとうございます。